とう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 念願の防音室を手に入れました。やったイエーイ。有り余る罪悪を使ってガチャしていきましょう。まあ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 、まあ、いいでしょういいでしょう。そうそう、私たちはまだ男女の途中だったわね。 HP は結構高いし攻撃力もそれなりにある。部長はい、皆さんこんばんは、ライルブラボーと申します。リンマスカンパニーの実況プレイの続きやっていきたいと思います。いやー、ごめんな、待たせてしまって。とう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 念願の防音室を手に入れました。やったーイエーイ、嬉しい。で、ただ自分が思ってた以上に声がちょっと反響してるから吸音材とか買っていろいろ対処してるんやけど、ちょっと聞こえ方が変わってたらごめんなさいね。でよでよでよ、そんなことはいいのよ。でごめんな、最近ちょっとあのゲーム紹介の方の動画とかライブラリーオブルイナとかリンバスカンパニー、まあ実況系全部に言えることなんやけど、ちょっとな投稿頻度が落ちてしまってたのはほんまに申し訳ない。ちょっとな、普通にキャパオーバーした実況動画4本と、ゲーム紹介動画1本とショートが2本を一人で今編集してるんやけど、いや、やっぱな難しいよ。時間だけが足らん。ほんまに時間さえあれば作れんねんけどな。まあその仕事とかもいろいろちょっと忙しくて若干こう期間が空いてしまって申し訳なかったんやけど、今からはちょっと落ち着いていくんじゃなかろうかっていうところやから、ちょっとずつまたペースも戻してこれると思います。でよ、私がリンパスカンパニーをやってない間にいろいろとガチャとかが更新されているのよね。ほんとだからここには載ってないけど、ウーティスとか、あとはそうファウストとかドンキホーテの新キャラが私が実況しない間に追加されてしまってるのよ。だからまずはこの有り余る罪悪を使ってガチャしていきましょう。はぁはぁ、おーきい、あはー、ウーティス、ありがとう。やはり私はプロムンに愛されている。ハンジャン、ハンジャン、あ、ホルンも、あれってことはこれ今のピックアップ全部抜いたんちゃう。ありがとう。でもファウストとドンキホーテも欲しいのよね。まあ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 、まあ、いいでしょういいでしょう。おお、金来た、お願い。おお、二つも来た、お願いお願い。誰、お、ファウスト、これはなんだ。おお、かわいい、ピックアップじゃないけど全然いい。あ、イージーオーなんや。わあ、ビップベルギリウスではないよな、でも多分これ。あ、うん、ディスかぶった、残念。おー、またキキ来た、いけいけいけ、当たれ当たれ当たれ、なにー、あー、うん、ディスがかぶる、あー嬉しいけど違うキャラお願い、プリーズ。あー、これは、あー、呪われている、いや祝福されている、いやー、お願い、変身して色変わって、嘘、いやー、いやよいやよいやよ、嘘、罪悪、おお願い、私に夢を見せて、あー嘘、推しとウーティス、あーあー、ウーティス、ピックアップに愛されている私、あー、やばい、罪悪がなくなる、浄化される、あー、いやー、まずい、あと、あはー、来た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 、はー、泣きそう、マジ泣きそう、あー、ラス1なのに、あ、変わらない、変わらない、オーマイガー、いやー残念。いや待てよ、待て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 、いっぱいピース溜まったから、いやー、ダメかー。ってことは自販機でも買えないよな、全然足りてない。いやー悔しいけどしょうがないな、しょうがない、これはしょうがない。さ
そう、私たちはまだダンジョンの途中だったわね。じゃあ早速続きやっていきましょう。でダンジョンは1回出るまでキャラクターが変えられへんから、この辺はまあとりあえずパパッとクリアしちゃいましょう。お、グレゴール課長、思いっきり顔面が虫になっちゃってるな。あんたの顔にはなんだか思い当たる節があるな。なんで見覚えあるんだ。君の部長だったってことは元上司。一人で逃げたのみならず、昔の戦友であり私の部下でもある奴らまで今は殺したか。戦争は10年前に終わってるぞ。まだ兵隊ごっこから抜け出せてないのか。終わった、何も終わってないぞ。何も終わってないんだ。従者から逃げてきた君の戦争は終わったかもしれないけどな、私たちは未だ戦争の真っ只中に立ち続けている。そんなことで同情はしたくなかったんだが、俺だってそんな変わらないさ。確かにな、戦う相手が変わっただけで今も思いっきり戦ってるからな、グレゴールは。お、部長。部長 G 社、元 G 社部長。 HP は結構高いし攻撃力もそれなりにある。パッシブで体力が 50% 未満の時、ターン開始時に体力を2回復。ライブラリーオブルイナやったら強いけど、リンバスカンパニーで2回復したところで感はちょっとあるよな。지금은두렵지않아요。いけ、部長を倒せ。と一撃が結構重いからな、2回復したところでなんよな。チャム分けてるよ。はいはいはい、部長。無力化。ああ、部下がどんどん死んでいく。完全無力化。マンソルミ없도록。さよなら部長。ぐっちゃいがよ。ああ、部長。さよならグッバイ。お、特定の階層から毒物検出率が高くなるって、そんな噂を聞いたことがあるんです。私さっきから耳から血が出てるんだけど、これ大丈夫なの。大丈夫じゃないでしょう。こんななしにどうやって戦いよう。全然あかんやん。ホープキースしかガスマスクしてない。これ以前補給された幻想体制圧用の毒性ガス弾ですね。死体の間で爆発でもしたみたいです。やばい、このままじゃ死んじゃうみんなが。確かにこの付近では毒気がかなり濃くなっていますね。何なの、私たちにもああいうのないの。提供された補給品にはありませんでした。あんた冷静やけど絶対危ないやろ。体、この野郎、お前は最初からしてたのか、この虫キャラが。あ、フィースクリフがうずくまった。やっぱ毒性はかなり高いんや。興奮すると血流がよく速くなります。毒がすぐに回るということです。その場でなるべく暴れずに、できる限りゆっくり呼吸してください。ホプキンさん、どうして先に言ってくれなかったんですか。俺からも聞こうか、ユーリ。そんな期待もせずに雇ったお荷物みたいな人に、ただでさえ高いものを使うことになるって、どうして知らせる必要があるんだ。信用されてなかったんやな、やっぱ。冷静に言うと、俺たちの執務室に君が身を置けたのも驚くべきことだよ。事務室か。アヤはお前を可愛がって面倒を見てあげようとしてたのかもしれないけど、今はもう死んだんだ。知ったこっちゃないよ。あんた、なんてこと言うの。あんたどこ行くの。恥ずかしいだろうし、窒息死じゃなくて行方不明で報告してあげるよ。じゃあな。待ちなさい。し、遺品でも回収しようと思って持ってきたやつなんだけどな。お、ガスマスク。あれか、部長とかが持ってたやつ持ってきたんかな。アヤさんが、あー、アヤさんのやつか。お前の面倒を見てたって言ってただろ。それならお前のもんだ。うわー、優しいグレゴール。道具もなしに忍び込んできたパッパラパーたちには突破口があるから安心しろ。あ、そうか、時計頭の私には毒ガスが効かんねや、多分。で、囚人であるグレゴーたちは私が蘇らせれるから生き返られへん、有利に渡してんや。分かっています。あ、このこもった声はガスマスクつけてくれたんや。よろしいやな仕事を引き受けてきたのに、何のコネもなしに事務室に認められることがこんなんじゃないってことぐらいには。支部が閉鎖されるまで残された時間はたったの3分だったし、私の目の前で扉が閉まっていったんです。ユーリ、置いていかないで、ユーリ。じゃあ私はどうしろって言うんですか。生き残るのが罪だって言うんですか。同僚たちと一緒に埋められるべきだったって言うんですか。アブノーマリティたちが都市に出てきたらダメっていう理由で会社が丸ごと閉鎖されているっていうのに。まあほんまに
偶然生き残ってしまっただけなんやろうな。やっぱ私毒効かんねや。毒が止まった。ってことは俺なら大丈夫になったかな。この辺は手伝います。戻って早く生き返らせましょう。あれー、何、普通にバトル始まったんやけど。따라준다면좋겠네요。オッケー、なん、もう普通に蘇ってるやん、みんな。え、生きてる。くじ引きをしに来たのかい。怖っ。社員証を全員集めて渡すと当選者が選ばれるんだ。あ、知り合い。とある幻想体たちは管理方法に定期的な犠牲者を。あー、そうよな、そうなんよな、そうなんよ、そうなんよ。そう、アブノーマリティを管理するときに絶対犠牲者を出さなあかんようなやつもいたのよね。そうか、それをくじ引きで決めてたんや。実際働いてる人たちは、うわー、生々しい。そっちに行っちゃダメだ、それたちにすぐ見つかる。で、結局人身提供したんだ。そうでしょ、君が引く番だ。支部が崩壊してしばらくはなんとか生き残ろうとしたんだろうな。定期的に人間を捧げさえすればいつか救助されるかもしれないだろうし、くじ引きで何ヶ月は耐えたんだろう。とりあえず一人だけ死ねば少しは生き残れるからな。うわー、これは生々しい。もう全員の表情が物語ってるよな。生き残りたい、自分だけは当たり引きませんようにって。で、それを犠牲者がすんなり受け入れると思うか。思わない。俺が死ぬなら目の前にいるやつの脳天かち割ってやるな。そりゃそうよね、そうよ、そうなるよ。受け入れられへんよ絶対。あ、エンケファリンのボックス持ってる。まあ、そんな風になったんだろう。そして最後に生き残って彼らと同じ石像をかぶっていれば人身提供を回避できると思ったんでしょうね。そんなわけないです。アレックスは自分が生き残るために他人を殺すような職員じゃ絶対に。どうやってお前にそれがわかるんだ。あの野郎が本当のアレックスかも確かじゃねえだろう。一つ助言をしてあげようか。彼らが直接連れてくる前に直接歩いていく方が絶対に楽だろう。うわー、ぶっ壊れてる。あなたのせいじゃなかった。分かってるでしょ。僕を置いていけユーリ、どうか僕を置いていけ。あー、やっぱアレックスなんや。うわー、なに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 。あ、じゃあこの肉を剥がれた偶像たちは全員元ロボトミー職員なんや。偶像たちが何かを探しているかのように死体を漁っている。生贄を捧げようという叫びが絶えず聞こえる。彼らは今にも私たちに襲いかかりそうな様子だ。ちょうど近くで息を荒げながら死にゆく人が見える。この人を生贄に捧げようか、あるいは、捧げた場合は全味方の精神力減少、イージーオギフトを獲得。捧げなかった場合は戦闘発生、勝利により強力なイージーオギフトを獲得。囚人を捧げる。もちろん捧げない。かかってきなさい。あ、なんや、あんたら3大会だったら一瞬で終わるやろ。オッケー。いや、余裕。全味方の攻撃レベルプラス5、防御レベルプラス5。え、めっちゃ強力やん。あ、待て待て待て、時間ちょっとやばいから今回ここで途切れようか。で、次回ボス戦から始めようね。というわけで今回はここまで。いやー、久しぶりに実況できてむちゃくちゃ楽しい。最高や。もう、あー、やっぱ実況してる瞬間がいっちゃおもろいわ。で、あとはこれを編集してあげるだけと。というわけで今回の実況はここまで。面白かったらでいいんでチャンネル登録と高評価を押して応援していただけると嬉しいです。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。